入試算数、間違えやすい割合の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。あるダムの今年の貯水量は昨年と比べると 17.5% 減り、一昨年と比べると 34% 減りました。昨年の貯水量は一昨年と比べると何パーセント減りましたか？では解説をします。まず昨年を1とすると、今年はそれより 17.5% 減ったので、上のようになり、一昨年を1とすると 34% 減ったので、上のようになります。ここで昨年の一昨年に対する割合を四角とすると、右上図の関係により上の式が成り立ち、一昨年を1として、これを式変形すると上のようになるので、昨年は一昨年の 0.2 減、つまり 20% 減ったということになります。おまけ問題です。 A から D の4つの重りを天秤で測ったところ、図の1から3のようになりました。 A から D を重い順に並べてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。